エヴァンゲリオンランドセルガーニー違うエヴァちゃんわからないんだ。<え>エヴァちゃんわかるわかんる c m のイオンのランドセルの CM、ね。アアアアアアエヴァなランドセルガールやねん。エヴァランドセルガーニーたやばいぜ。<jon> 結構ないでけえぜ。で、1、2年前ぐらいのですよね。1年生ぐらいかわいい女の子が。あとで探してみるよ。

久しぶりにどどっと入ってきたので緊張しております。 土曜の広がり皆さんまあ、い,いかがお過ごしでしょうか。アイデアの I.O.K.、OK えー、始めていきたいと思います。えー、と梅雨も明けましたね。あのー、なんか最近おもし面白いなと思ったのはあのー、沖縄だけかもしれないんですけどあのー、梅雨が明ける見込みみたいな。<laughs> じゃあもう梅雨明けとかね梅雨入りとか出さなくていいんじゃないみたいな感じもするんですけどまあ何かあるのかなと思いながら。 思あのまあ梅雨も明けて沖縄の、えー、っと海も空もですねあの夏模様になってですねあのすごくなんかちょっとスカッとした感じかなと思うんですけどまたねじめっとしたりもするのかなと思いながらでも夏本番だなっていう感じはしますねなんか梅雨が明けると気持ちも晴れるような、まあ、そんな感じを受けながらですね今日もあのアイデアのああいう OK 進めていきたいなと思っています。 でえーとまあ、今日も、ねあのー、気楽にのんびりいろいろやっていけたらいいなと思ってるんですけど、まあ、あのテーマであまり決めずに来ちゃったのであ,のあれなんですけどいろいろ告知したいこともたくさんある時期になってきましたので、えー、とみんないろいろ動き回ったりする時期でもあるのかなと思うんですけど。 まあね夏本番になって沖縄も今日はですねあの海洋博公園の方でえアニソンの日ということであの今日、明日ですねあの海洋博公園であのねアニソンといえばという面々がですね沖縄の美ら海水族館のある海洋博公園に集まってですねえとアニソンを聴けるというとても贅沢な日なんですけどまあ僕はちょっと行けそうにないというか行かないんですけど。 えとアニソンマーティンやってるつかちゃんが行こうかなーっていう話をしてたので,でどうなのかなと思ってさっ,さっきまでいたので <laughs> わかんないんですけどで今はさっきまでですね大体、まあ、ア,ニソンア,ニアニメの話をつかちゃんとか,とかしてえっ、ー、とまあ本番前までギリギリまで喋ってたという <laughs>、あのー、もうちょっとね落ち着いて始めるのもありなんですがうん。 まあそんな感じでですね何やかんや言いながら今日も気楽にのんびり何か皆さんのなんかお得になるような話ができたらいいなと思っておりますのでダラダラですねラジオをつけていただければ一番理想的なのかなと思ってますのでぜひぜひあの最後までお付き合いいただければなと思っておりますえ今日はね,ねあのイベント情報からちょっといろいろ話を膨らましていけたらいいかなと思ってますので よろししくお願いしますそれではアイディアの愛用経験1時間よろしくお願いしたいと思いますねえっ、ー、と曲がねちょうどいいぐらいで1分ぐらいで終わりそうなのでもう少し話すと,、えー、と話すとっていうとないんですけど <laughs> あのまあ今日はあの婚活とか いろいろいつも通り話していってまた7月に新規1点ね少し皆さんの愚痴を聞きながらですね愚痴をうまいことかわす方法愚痴というかね苛立ちをかわす方法がないかなっていうのもコーナー化していけないかなとは思ってるんですがどうなんでしょうかまあ今日もね気楽にのびり1時間お付き合いください。 はい、えー、っと、うまんちゅうなんでも相談というのがあるらしいので、ぜひお使いください。えー、っとですね、あのー、まあ、アイデアの i OK でもですね、悩み相談等を募集しておりますので、えー、ぜひですね、悩み相談、なんかね、最近、愚痴を聞いて、ああ、そうだねっていうのもありかなと思ってたり、まあ、あと悩み事とか相談事を、ぜひぜひ送ってほしいなと思ってます。で、これをまあ、ずっとやっておけば、 いつでは、まあ、そういう番組になっていくかなと思いながら、まあ、その中にですね一応出会いから、えー、と子育てまでっていう出会い結婚、えーまあ出会い恋愛結婚で、えー、妊娠出産子育て で、ちょっとその老後の話とかはですね、僕まだできないんですけど、介護とか、まあその辺の話までは、今自分の持っているものでできるのかなと思うので、まあそういう話をですね、ツイキャスなり、えー、とメールでやってくれれば、それに沿ったお話ができれば、フリーってするとやっぱりね、日本人って難しいんだろうなと思うんですよね。なんでも自由って言われるとちょっと困っちゃうので、そうじゃなくてなんか自分の悩み事とか、口とか、なんかいい解決案をみんなで考えて、 例えばそのテーマに対してみんなでメールが来たら最高だなと思いながら、まあそれどれだけの人が聞いてるのかちょっとわからないので、まあできるかどうか置いといて、まああの僕一応気楽にのんびり考えるっていうのを基本にしているので、まあその僕なりのお話ができたらいいのかなと思ってます。で、えー、っとですね、えー、ちょっとイベントが最近いろいろ立て込んでおりまして、立て込んでるとかこれからあるイベントがいくつかありまして、 まあ、その話を僕、ちょっと関わってるものとか、ちょっと関係があったものとかも含めてですね、別に僕がやってるわけじゃないけど、勝手に宣伝しちゃおうかなと思ってます。で、えっ、ー、と、まずですね、明日6月19日ですね、父の日ですよ。<laughs> 父の日がありますよ <laughs> あの。うちは一応息子が3歳で、今、未満児クラスっていう、幼稚園で未満児クラスで、 この、ね、子供息子たちが描いた絵で「お父さんありがとう」って先生がこうアプローチしてあるやつでもらったものと、あのー、娘が小学校1年生なのであのネクタイをしたお父さんネクタイしてることがほぼないんですけど <laughs> のお父さんで「お父さんありがとう」っていうのをもらいましたねやっぱ子供ができるとこういうものをもらう機会が増えますよね、あのー、これをどうやって置いとこうかって毎回多分皆さん迷うと思うんですけど まあ、いいなと思ったのは写真に収めてもちょっと捨てちゃうっていう人もいたので、まあ、それも一つかなと思うんですけど、いやー、あの、娘のやつが秀逸でよかったというか、あの、僕、主婦じゃないですか。主に夫なので、あの、お父さん、働いてくれてありがとうとか、いつもお仕事頑張ってくれてありがとうじゃないんですよね、うちの場合は。美味しい料理作ってくれてありがとうでしたねあ。なんかこれは主婦冥利に尽きたな、と思いながら。お母さんの時どうするんだろう、うちの娘は、と思いながら。 他の,他の人たちが見たらちょっとびっくりするような感じですけど、まあ自分としては、あの、いい、あの、プレゼントもらったなと思いますね。6月19日、一応父の日ですよ。<laughs> お父さんの日はあんまりされないらしいんですけども、まあ,あの世のお父さんがどういうお父さんなのか僕は僕、僕自分しか知らないので、あれなんですけど、まあ皆さん一生懸命が仕事されていると思うので、えー、っと、まあお父さんがね、自由にする日でもいいのかなと。お父さんがどっか連れていくだけでもなくてね、 あのお父さんの満足する日にしてもらえたらいいなとで、家族がみんなそれに付き合ってくれたら嬉しいなと僕の中では思っています。で、6月19日というと、ですね実はあの沖縄県ではあの、ま、県民大会と呼ばれるあのこの先日あったですねあの女性の豪快死体遺棄事件、元海兵隊の 県民大会も一応、えー、と大野山公園で行われますあとはですね今日,か今日、えー、開会式で、えー、と夏の甲子園の、えー、高校野球選手権,選手権大会の、えー、沖縄の大会があるので、えー、とこれから、ね、熱戦が繰り広げられるだろうと各地で沖縄各地で熱戦が繰り広げられるんだろうなと思ってますよで、えーとまあ、6月19日ですね実はその1週間後 えー、6月26日に、えー、と僕がちょっと1月18日まで所属してた株式会社、アズママというところと、サイエ芸さんとはベルメゾンさんとですね、が、あのーあのーまあ、協業という形であの子育てオンヘアっていうのがチャタンハンビータウンで行われます。これが来週の日曜日。 6月26日になるんですけど、えーとまあ、ちょっとね、あの子育てシェアとかこ、なんだ、あずままってなんだって、まだまだ知られてないかもしれないので、まあ、少しね、あのー、あの情報提供というか、僕も一時期関わらせてもらったので、ちょっとお話しすると、あのー、ご近所同士で頼り合いすれば子育てって楽じゃないのみたいな発想です、スタートはね。 でもご近所同士が今なくなってきてるので、あのー、ちょっとね、あのー、イベントをたくさんして、ご近所同士をまた作っていきましょうっていうのが子育てシェアですね。で、そこに、えー、っと、サイトを経由すると、子供を預かったり預かられたりするときに、あのー、保険がついたりしますよって。で、そこで、 あの気兼ねなくするためにもあえて逆に会社側から500円ってルールとか、まあ、500円が700円なんですけどルールをつけてやりましょうっていうものを、えー、と僕8ヶ月ぐらい、まあ、でも厳密に言うと1年ぐらいなんですけどあのすごく広めてた時期があってですね今、広めてないんですけど <laughs> あの、まあ、いいものなのでぜひぜひあのチャタンハンビータウン 3A のチャタンハンビータウンの ハンビー、なんとか、ハンビー広場。<laughs> 適当。ハ <laughs> ンビー広場かなんかで、あのー、子育て応援フェアっていうのがあってですね、えっ、ー、と、さっき見たらですね、100名、事前予約がありました。で、えっ、ー、と、まあ、事前予約するとあのげに、えー、事前予約の先着200名様まではあの、無料でプレゼントがありますので、まだ100人。<laughs> あのプレゼントもらえる余裕がありますのでぜひですね、あのー、事前予約してもらいたいなとで、ね、僕もあのアドレス急に言われても言えないので <laughs>「子育てシェア」っていうのを調べてくださいで、えー、親子交流イベントっていうのがあってそこで沖縄を検索すると「子育て応援フェア」っていうのが出てくるのでであの予約しなくてもいけるんですよ で予約しなくても行けるけど事前予約行くな、行くか行かんがないかわからないんだけど、事前予約しといてで、来週26日にチャタンハーピータウンに行く予定があったり、まあ、なんかこう、お出かけがてらにチャタンハーピータウン行こうかな、行ってもいいかなと思ってたら、あの一応事前予約しといていいと思います。でキャンセルしたときに別にキャンセルしますって言わなくても大丈夫なので。 でまあ、別に予約してないけどあ,ちゃもうなんかああいうこと言ってたからチャタンハンビタウン行こうって言って行けばあの十分、あのー、イベントには参加できるんですよ。でそのイベントがなんか何時間拘束されるっていうものじゃなくて行って入ってスタンプラリーしてなので、まあ、厳密に言うと本当に5分から10、まあ、5分は言い過ぎかな15分ぐらいあればぐるっと回ってイベントいろんなものもらってですねタッチされるという <laughs>。 あの,のでもらえるだけのイベントだったりするので、まあ、そこでちょっとベルメゾンさんがやってることとかサイエンさんがやってることのお話聞くてアンケート書いてとかいうのはあるんですけど、まあ、それだけで結構、あのーまあ、サイエンさんに買い物があってらに行ってもらってですねあのー、うんあのー、なんかその子育て支援についてしよく知ってるママサポーターさんっていう人と話してもらってなんかその情報収集 ののたために行っっっててもらったらいいのかなと思ってますで、まあぶっちゃけですねそこでなかなか仲良くはなれないと思うんですよやっぱ100人ぐらい何時間5時間6時間の間に100人ぐらいの人たちが来るわけで下手すると200人ぐらい200人弱ぐらい来るのかなと思うのでそこでなかなか交流するっていうのは難しいかもしれないんですけどその交流のきっかけにしてもらってですねその後にですね地域交流会っていうあのママ友を作る会ですね のまあ、まあ作る会っていうと変な話なんですけど、まあ、まママ友作って子どもたち預けられる人探しましょうみたいな普通のイベントがあるんです、ね、それも,もう2本2個ぐらいはやばると糸ンで立ってたのでそういうのを利用してもらえるといいなあと思うんですけどで、まあ、あの僕も今実はですね、まあ、何回か言ってるんですけどあの。 地域学習塾を任されるようになりまして、これ、すごくありがたい話で、自分から手を挙げて、なかなか言えるものではないかなと思うんですけど、声をかけてくださって、ですね、僕も一応主婦なので、時間があるだろうっていうのもあってたと思うんですけど、やっぱり地域の子どもを知っておくっていうのは、自分の子どもが地域の子どもの一人なので、安心なんですよね。どういういい子供がここの地域にはいるかで 逆に地域の子供から知られているっていうのもとっても安心なんですよね。ああのおじさんの子供だからっていうのって絶対どっかでいい意味でも悪い意味でもあるんですよ。なので今日なんかドッジボールになんか混ぜてもらってたんですけど、先生の子供一緒に遊ばせてるよって <laughs> 遊ばせてくれてるんだありがとうみたいな <laughs>。あの、そういうなんだろう。信頼関係ができるので、あの、大人も子供もその地域の人を知っているっていうのはとってもいいことで、 で僕は今、地域学習塾とかそういうことであの十分な対応というか十分なので今、あずままていうところを離れていてまあ実際、ですねえ辞めてですね <laughs> 辞める時もちょっとっも僕がちょっと喧嘩して別れみたいなことしてるので <laughs> その後ママサポーターになろうと思ったら見事に落とされまして <laughs> ママサポーターになるのそんな難しくないんですけどやっぱりあのね反乱分子みたいなやつは入れてもらえないですね。 なのであのそういう意味ではママサポーターっていう、あのー、認定資格があるんですよ。で、その資格を持っていると1、あのー、時間扱い500円のルールが東マ,マの中で一応ルールとしてあって、まあ、別にこのルール、まあ、破ったからって罰則とかないんですけどそれが、あのー、一応ママサポーターになるとプラス100円ってまたルールもあってですね まあそういう意味ではあの、あずまま知ったり子育てし合ってなんだろうみたいな、こんなラジオだけじゃ分からんわっていう人は是非あの、ぜひ来週のですね日曜日、チャタンハンビータウンの方にですね足を運んでもらえればいいかなと。ちなみに僕はいません。<laughs> いたとしても1時間も2時間もいないと思うので、と15分ぐらいいるかいないかなので、まあ、そういう意味ではですねあの情報って知っておくことが大事で、知らなかったらもったいない。 知っておいたらそれを使うか使わないかは判断できるので、まあ、そういう意味ではあのーまあ、知ってくださいとでそれに必要かどうかは判断したらいいかなで 3A で買い物するついでで全然問題ないのでああのちょっと晴れてるから海に出かけたいわっていう感覚でやってもらってもいいのかなと思うのでぜひぜひ、あのー、子育て応援フェアですね、あのー、何かいろいろもらえると思うので。 <coughs> すいません、せき込んでますね、あのもらえると思うので、あのー、ぜひですね、足を運んでもらいたいなと、あのー、僕、ちょっと、あのー、本当に反乱分子のようにです <laughs> 抵抗勢力じゃないんですけど、反抗して出ていって、去っていった人間なので、偉そうには言えないんですけど <laughs>、まあ、でも沖縄、今ですね、全国的にも、人口比率的にも15人っていうママサポーターさんって、結構な人数なんですよ。 あこんにちは、むせてますよ。なんか最近ノートがですね、枯れててあ、今ツイキャストの方でコメントいただいて、で、席コンコンしてるんですけど、あの、今、沖縄快晴で、えー、非常にいい天気でおりありますね。で、まあ、子育て応援フェアがあります。で、明日ですね、6月19日が、なんとその、事前予約の申し込み切り、申し込み締め切り日になっておりますので、 あのじゃあ月曜日に申し込もうと思うともう締め切りになってて事前予約できなくなっちゃうのでそういう意味ではですね、うん、と事前予約をしてもらったら行く行かないにしろですねいいのかなと思ってますまああの僕今行く行かないにしろって言えるのはあずままに関係してないから言えるんですよあずままに関係してたらぜひ来てくださいって言うんですけどあのそういうことそういうのも大事かなと思っているので ぜひですねあの15名もママサポーターさんがいる地域だしそれあの沖縄っていう本島っていう狭い地域の中に15名もいるのであのなんだろう頼りになる人がいるなと思うのでぜひあの参加してみてほしいなと思ってますまああの「あつまま」の文句とかはですね <laughs> ひたすら Facebook に書いてたりするんですけども あの本当にあの今年この1年ぐらいでですねあの沖縄っていうのは子育てシェア特にママサポーターさんっていうのが一気に増えた地区なので、まあ、いずれ、まあね、それがちゃんと広がっていってくれたらいいなって実はあの心の底で思いながらですねあのまあちょっと卒,卒業というか退,社退職したんですけどね。うんまあ、それでも全然僕が やめてからもどんどんあのママサポーターさんが増えてるので、まあ、僕なんか関係なく伸び,びしろがある地域なんだろうなと思ってます。でまああのもう本当にねコミュニティの力ってすごくいいなと思うんですけどあ今日はだから今朝毎週土曜日は大体ですね僕の用事僕,、まあ、僕の家族の用事がないとか公民館が使えるとか、えー そういうのであれば基本的に毎週土曜日あの地域学習塾っていう形で地域のえーとオーグスク自治区自治会オーグスク地区っていう地区の公民館を使ってやってるのでオーグスクの子どもとでその隣に小木堂さんがあるので小木戸の子どもとおオーグスクと小木の子どもたちを集めてチムアグミ塾っていうのを 今やらせてもらってるんですけどすいませんなんか今日咳き込みますねえっとで今日はですね13名ぐらい下は幼稚園児から上は高1までですね <laughs> 何をやっているかっていうとあこれはすいませんあの申し込み制でなぜかっていうと保険がかかるのであ,のあと限定してるのが荻堂と大渕区っていうことでやってるので で幼稚園から高1までいるとですねまず教えられないですね。<laughs> X の話をしたいけど幼稚園児には X 数十すらわからないのであの基本的にその自習のお手伝いっていう形でとあと子供の居場所作りっていう価値観でやってます。で、まあ、あとわからないことがあったら先生に聞くんだよっていう形でやっててで僕もともとなんですけど教員やってた頃から であのー、あの教えるって苦手であのー、なのであのーあのー、あれなんですよ子供にも勉強しなさいっていうのはあんま好きじゃないしあ自分の子供にもねあの他の子供にも勉強しなさいっていうの好きじゃないんですしなさいって言ってするできるならみんなやらってるんですけど。 人って死なさいって言われるとやらない生き物だと僕は思ってるので <laughs> すいませんすいませんね咳き込んでしまってえー、っとなのであの基本的に来た子供にはこの時間もったいないでしょってみんな勉強しに来たんだよねなのでこの1時間2時間あるんですけど1時間は集中して宿題を終わらせてしまいましょうと金土日と宿題が出てるはずなので 金土日の宿題を終わらせてししままいましょうと。集中したら1時間もかからないからっていう話でやって残りは宿題が終わってない子が残りをやって終わった子は遊んでてもいいですよと、まあ、子どもの居場所づくりだと思ってやってるのでそういうふうにやってたんですねで今日が6回目だったんですけど何が起こってくるかというともう宿題持ってこないわけですよ持ってこないっていう理由がわざと忘れてくるんじゃないですよ 先生もう宿題終わったって言うんです <laughs>。宿題終わってから勉強しに来るというか遊びに来るために宿題を終わらしてから来るような,なん習慣が整い始めたのかなって僕はいいように思ってるんですけど。<laughs> うん、なので、あのー、そういう意味ではあのー、子供たちが自主的に金曜日に土日の宿題まで全部終わらせてきちゃうんですよね。<laughs> この 立場があんまりないんですけど、それでもまあね、よく頑張ったねって言いながら、宿題終わったよ先生って言う。ああ、そうだねって言ってよかったねって言うの。ながただ1時間だけはみんなで勉強するっていう時間だから、他の先生は勉強しなさいとは言わない代わりに、勉強してる人の邪魔するのは嫌なんだよっていうことを言ってですね、あのー、その地域学習塾の自習をさせてるんですけど、 まあそういう意味ではですね子どもたちがそうやってあの1時間本当に頑張って2時間はもう1時間は遊ぶっていう感じなんですけどで中学生とか高校生は宿題をちょっとやっぱ多いのであの引き続きやってる感じなんですけどまあそういう意味ではあのあの最近ですね沖縄にも一括交付金で子どもの貧困対策で無料塾をやりましょうとかいうのが入ってくるんです ですけどコルチマー組塾って川上先生っていう方がやられ始めたんですけどもうだいぶ前からやられてるんですね。でそのおかげもあってですね子どもたちはやっぱ来たら勉強するししてその十分僕のやり方で <laughs> まあ半分遊んでるんですけどあのー、僕の中で遊ぶってすごく集中力がいることだと思ってるので勉強する波の集中力。 が使,っ使われてるんですよね子供の中で言うと勉強の方が集中力って書きやすいんですけど遊びって集中力欠かせられないので大人もそうですけどね遊ぶってことはすごくあのいい勉強になると思ってるのであの遊ばせるように心がけてます。でえー、っとなんであそうそうそうチムワ組塾の話はこんな感じなんですけど、まあ、そういう意味でですねあの地域の力って っていうのを感じながらやらせてもらってるんですけどでチムアグミ塾が、えー、っとあってですねその後ですね実は今日はその後別の別件があってですねここココナさんっていうあと琉球料理のお店に行ってましたでこれはあのー、えー、っと大地区自治会の拡大委員会って言ってですね <laughs> 拡大委員会ってなんだみたいな話なんですけど今度今度またイベントの話に戻るんですけど7月2日にですね北中城村の大城っていう地区の人って本当に地域力が半端ないんですよ <laughs>。地域力が半端ないというかやっぱ割ったね地区はみたいなやっぱり自分たちの地域を盛り上げていきましょうっていう勢いがあってですね でそれであの7月2日にの土曜日ですね、ムーンライトコンサートっていうのを、えー、何時からかな ?5 時からだったかな <laughs> あの覚えてないっていうね、失礼な。<laughs> 6時からだったかな <laughs>、まあ、?9 時半に終わるっていうことは間違いないんですけど、また何かの機会、まあ、来週でも紹介したいなと思うんですけど、7月2日はその都合でですね、少しあのラジオは、 収録にしようと思ってるんですけど、あのー、ラジオを、えー、とちょっと少しあの、あのー、休まないといけないのその準備をしないといけないんですけど、まあ、そのムーンライトコンサートの実行委員と、あと各班長さんが5班か6班ぐらいあるんですよ、大ぐすくって。で、そこの班長さん呼んで拡大委員会っていう形で。 とコンサートこういうふうに進んでますよっていう話をしてちょっと懇談会懇親会みたいなのをしてたんですけどあのまた7月2日ですねお時間のある方はですねあのサンセット日が暮れる頃から、えー、と真っ暗になるまでの間ですねあのビートルズのコピーバンドって言っていいのかなとか、えー、オールデイズの方とか民謡とか。 いいろろ聞ける機会がありますのでぜひオーグスクの方に足を運んでもらいたいなと思いながらなんちゃって実行委員みたいな感じなんですけどぜ <laughs> ひお願いしたいなと思いますさてもう半分ぐらい話してきましたので、えー、とここで一旦 CM に入りたいと思います。<laughs> 時刻は2時29分20秒になりましたアイデアの IOK、OK、オーケーをお送りしておりますえー、っとですねムーンライトコンサートの話をしていたんですけど7月2日にはですねあのムーンライトコンサートオーグスクの公民館の隣のです、ね、広場でもう15回もやってるんですよねすごいですよねしかも地域の人たちがボランティアでやるというでものすごい半端ない お祭りなんですよお祭りというかですよねで、えー、と僕も去年初めて普通に参加してこ、うん、今年2回目の参加にして実行委員入りという <laughs> あの光栄な、えー、感じでやってるんですけどあの本当にあの北中出身のノースフロントさんと呼ばれるオールデイズのバンドさんとか。 ガジャンさんっていうあの日本沖縄で蚊の意味なんですけど、あのー、ビートルズをやってくれるでもすごいノリノリになるしかも公園ですよ公園でやるんですよ <laughs> 広場というか、うん、だから、あのー、周りの人たちもですねあのやっぱりねちょっとまあね地域の行事だからって言って9時半とか、まあ、ちょっと10時まで行くとちょっとさすがにあのやっぱり。 控えてもらいたいっていう声もあるみたいなんですけどあの9時半ぐらいまでならあの許してもらえるみたいな感じですごくこの地域の信頼関係がすごくあるのかなともう15回もやってますからねすごいなと思いながら、あのー、毎回ですねほん無料のコンサートなんですよ、ね、またこれもすごいですよねあのちゃんとアーティストさんにまあそんなにお金は払えないにしてもちゃんと出演料も。 なん、ね、とか年出してですね地域の行事として無料開放して来てもらいたいな。で、えー、と去年は面白くてですね笑福亭鶴瓶の「家族に乾杯」かな NHK で、えー、と北中城の損が,が取り上げられて、まあ、中城とか。 北中、えー、が取り上げられたのかなうんで大城も取り上げられて街並みが綺麗なんですよで11月になると「スージグワー美術館」って言ってあのスージグワーってあのー、なんだろうな路地裏じゃないけどこう裏路地でもないけどこの道小さな道を「スージグワー」って言うんですけど「筋道」「筋道」ですね「筋道」のことを「スージグワー」って言うんですけどまあその道沿いにですね「あのー、しっシーサーメン」 し,しっくりじゃないシーサーンって言ってシーサーの顔をしたお面のオブジェが飾ってあったりですねいろんなあのまあこの街並みを歩きながら散策しながらあの本当に歩きたい道100選とかみたいなのに選ばれているのででまあその,辺その道を鶴瓶さんが歩いたのをですね NHK の放送で見てとまあ全国区なので見てどこだったかな名古屋の方だったと思うんですけど レコーダーアンサンブルの方々が参加されてですね是非出演したいとこういう町に来て吹いてみたいっていう熱烈なオファーがあったあのオファーっていうのかなお願い依頼があって去年は出演されてましたね、まあ、今年はちょっと残念ながら参加される様子はないんですけどあの本当に地域がですねあと花咲かじじ会っていうのがあってですねこれ、うん でそのジジジジ「花坂かじじい」ってもう申し訳ないぐらい先輩方がですね町、あのー、並みをですね花にいっぱいしようって言って毎週ぐらいのい勢いでですね活動されていて綺麗な花があるのがやっぱオーグスクの、あのー、見どころだったりしたり <laughs> あとですね <laughs> この時期になるとサガリバナっていうあの夜にしか咲かない沖縄の花で朝になると落ちちゃうっていう花があるんですけどそのサガリバナがちょっと咲き誇る時期だったりあとですねうちの庭にはですねホタルが出ますねホタルがあのだろうあの沖縄のホタルって面白くて面白くてというかなんか割と全般的にホタルってそうらしいんですけどあのやっぱ川の中にいる あの清流じゃないと綺麗な川じゃないといないイメージがあるんですけど案りホタルって割と多いのが土の中湿地帯の中で生きてるやつが多いらしくてで話聞くとカタツムリを餌にしてるらしいんですけどでうちの,の近くで飛んでるホタルはその川のそばでも宇宙川のそばではないので川のそばでいるよりは土の中から出てくるホタルなんですけど。 あのー、僕はホタルも見に行ったことあるんですけどあんな間近で見たことないぐらい去年も今年もすごくホタルを見させてもらってこのじわーっと光る感じねこれを見るとですねあ数字があ数字がじゃないムーンライトコンサートだなと思いながらなんかこの季節をねあの沖縄はなかなか感じないと思いつつこういうなんだ地域行事も含めながら。 蛍が出たりですね、下がり花とか、えーと、そういうのでね、案外感じたりするなと思っていて、あ、これ7月2日なんですけど、また来週ですね、放送の時に詳しくお伝えできればなと思うんですけどあの、去年から実行委員会にあ、去年は実行委員会じゃない、えー、と去年の11月の数字側から、あのーまあ、地域の数字側美術館の実行委員とか、 あの事故院に入れ,ても入れさせてもらって何やかんや関わらせてもらっていて本当にこの実はもうまあ僕まだ1年半ぐらいしかこの北中城村の大城っていうところに来てないんですよね <laughs>。<laughs> <laughs> 引っ越してきたのがえっと2回前の数字川美術館の日のあと。 引っ越す日がね後だったので数字川美術館の前に引っ越すと大変だろうということで後に引っ越してきたんですけどそこがあの軸,なのあの軸になって僕たちからすると軸なのでまあある意味0回参加みたいなのが数字川美術館でで引っ越してから1回目でもうすでに実行委員に入っていたという <laughs> でまだ2年数字川美術館に関してはもう2回もちゃんとあの住んで2回目の数字川美術館まだなんですけど。 うん,なんか本当にこの地域の力ってすごいなというかまあやっぱりね地域の力って若者というよりやっぱりあのー、なんだろう先輩方の力って結構強いなと先輩方がこう引っ張っていってでまあどこかでその「あこんにちは初見さんよろしくお願いします」あのー「ダラダラと、あのー、婚活」とか今はですね、あのー、沖縄の僕の今住んでいる 北九州村大九州というところのムーンライトコンサートっていうイベントの話をしてたんですけどで地域のねあのやっぱ先輩方が引っ張ってこういうイベントを、ね、やるからねいいんだよみたいなちょっとかっこつけている感じがすごくよくてですねそれやっぱりねなんか何らかの形でお世話になってるのでお力添えできないかなと思って今やってるんですけど、まあ、それをうまいこと引き継いでいくっていうのがなかなか難しいつつ やっぱ引き継いでいかないといけないんだろうなと思いながら参加してますね。でもね、本当にね、あの、初めはとエーサーとか民謡とかで始まって、ちょゆっくりな感じで始まって、もう本当に夜の帳が降りるとですね、あの、あのビートルズとか、あのオー,オールデイズだったりするので、あのノリノリで、あの、去年は勝ち足してましたね。<laughs> ノノリリでみんなであのツイストを踊っているのを見て娘とちょっと唖然としてたというかすごいなと思いながらその後お片づけしたりお手伝いさせてもらってたんですけどそういうなんか地域の力を感じるっていうのはとってもいいあのイベントに参加させてもらってるなと思いながらやらせてもらってますで今日はその朝はその地域学習塾の先生やってでそれのムーンライトコンサートの実行委員の人たちと。 あと班長さんと、あのー、拡大委員会っていうのであちょっとまあちょっとご飯食べながらやる感じだったので美味しいご飯をいただきながらですね、あのー、来てで、あのー、こっちの番組のあじゃあスタッフのつかっちゃんっていうねあのアニソンマーティンっていうアニソンとかアニメを語る番組をやっているスタッフとあとヒロキひろキンことヒロキと ちょっとアニメの話してギリギリに入ってきたという,う <laughs> 感じなんですけども沖縄はです、ね、これからまあ暑くなるにつれてイベントもどんどん増えてきていろいろ毎週のようにイベントあると思うんですけど、まあ、あのまた繰り返しになるんですけどあの明日にはあのまあ父の日だしあずままの子育てアの事前予約の申し込みが終わっちゃうし。 で来週はその「あずもの子育て応援フェア」もあるしっていう感じで <laughs> あとですねあいつだったかな <laughs> いつだったかなってあ24日か24日に高橋歩さんっていう方の「あの毎日が冒険」っていう本毎日が冒険だったかな、うん、あの一応なんかこう結構ワイルドなやりたいことをやり尽くすためにいろいろやってきた人 でまあ、職業というか自分のことを自由人って名乗っていて、まあ、本当にサンクチャリー出版とかいろいろ立ち上げた自分が本出したいがために立ち上げたっていうぐらいのことをしてた人があのトークライブをする、えー、とミュージックタウン音市場だったかなジャック・クルーズさんジャック・クルーズかな <laughs> ひどい話ですよね でそ,のそういうのもあるのであの24とか26とかあのお時間がある方はぜひです、ね、何かそういう情報をです、ね、見つけていただければなと思ってますで山下浩二でフェイスブック k 探してもらうとそういう辺の情報はバン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 流してたりするのでぜひあの気になったらぜひ見てみてくださいあの、まあ、高橋歩さんっていうのもねちょっと死んだらごめんツアーとかいう <laughs> ちょっとこうちょっと 飛び抜けてたり沖縄と結構関わりが縁のある人でビーチロックビレッジっていうのが今北中の泣き人村にあるんですけど、あのー、共同生活しながらその,その村を経営するというかそういうこともされそのまあ発案者になるのかなそういうなんだろう仲間でワイワイやっていろいろやっている人たちで,でまあそういうのであの今うん。 また今、海外だと思うんですけどこの沖縄に来てまたお話ししてくれるそうなのでそういうのも見つけてもらえるといいなと思ってます。で、えー、っとで、まあ、あとですね、あのー、明日なんですよ、明日明日またちょっと別な話しますね。明日のイベントはもう申し込みも何もないんですけど、えー、っと婚活ね、僕婚活もやってるので、僕がやってるんじゃないんですけど。 あの婚,活婚活をやっているって言い方も変な話なんですけど結婚したい人を応援するっていう形であの沖縄県の NPO 法人で、えー、沖縄県出会い結婚支援センター婚活モールさんっていう <laughs> 長って思うかもしれないですけど婚活モールさん CM ちょいちょい入ってくる,てくるとか CM が入ってるんですけどあのー。 もるさんのイベントが宜野湾市のフィッシュテールさんっていうところであるんですけどまあそれのスタッフとしても入る予定ですなのでまあちょっとこの土日土日毎週ね忙しくしてるんですよ <laughs> 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 なのでまあまあそういう意味ではあのー、土日は忙しいのか楽しいのかよくわからないんですけどまああのー、明日また新たな出会いがあったり まあね、いろいろあるんですよね、婚活ってあのいろいろってクレームとかではなくて、あのー、婚活の本を今、読み漁っているんですけどもやっぱね、何でも、ね、簡単にいかないじゃないですか <laughs> もう自転車乗るのと本当一緒なんですよねあの自転車乗らなくても困らないじゃないですか。 でもみんなが乗ってるから乗りたいなって思うかもしれないしなんかこう便利だから乗りたいなと思うかもしれないしまあ人それぞれでもう乗り一生乗りたくないって思う人もいるかもしれないじゃないですかただから結婚もそうであの乗りたいか乗りたくないかっていうのは人それぞれというかうんそういう部分があるのでなんかそう結婚した自転車乗りたいなっていう人がいきなりさ自転車買いましたと。 じゃあ乗,りさあ乗ってくださいって言われても乗れないじゃないですか。やっぱり急に急に自転車に乗りこなせるような感覚ではなくてやっぱり婚活ってど経験値はやっぱある程度積んでいかないといけないしねいや人との出会いで結婚なんて経験値なんてい,いらないでしょって思うかもしれないんですけどあのー、ねあのー。 例えばあの自由恋愛の末に結婚するっていうのは結構らあの運がいいのと楽でできてるんですよ。なんでかっていうと自由恋愛の場合はあの一目あったその危機からではないんですよね。あの何回も何回も会った中でああこの人ならいいかなとかこの人と付き合いたいなっていうのがあってその中で、ね、結構な時間をかけてですよ。あの付き合うか決めて。 で付き合っってて結婚につながっていくんでですよねでも婚活の場合っていきなり結婚っていうステージの <laughs> 目の前でやろうとするとどうしてもすっ転んじゃうというかなかなか難しいものがあって、あのー、僕も、あのー、そ,そこそこ子供を見てきて人が分かるって言ってもやっぱ1回や2回とかあと人の肩がき もう,そ,うそれこそもう僕なんか肩書きなんかほとんど信用しないので <laughs> あの僕あの資格とかあんま好きじゃないんですよね <laughs> あのなので資格があったり肩書きがあるからって言ってその人の評価にはつながらないじゃないですか教員だって言っても一括りで言えないじゃないですか先生って言っても、ねあのー、自分が好きだった先生もいれば苦手だった先生もいれば 苦手以上に嫌いだった先生とかなんかよかなからないけど生理的に受け付けない先生もいてやっぱ好きな先生嫌いな先生とかだ嫌な先生とかなんか楽しかった授業をする先生から何を授業したかも忘れちゃった先生からもう先生のことすら忘れてるっていうこともあると思うんですよなそれと一緒であの案外人を見る時って肩書きっていうのが邪魔をする時があるのであんまり肩書き見なくて あの僕はあのひどい話なんですけどひどい話なのかなあの学校現場にいる時から <coughs> あ学校現場にいたんですけどあの上司にあたるのが校長とかなんですよね校長と,、えー、と一応学校の先生の中で校長と教育委員会が上司なんですよあとは全部みんな同一っていうのが基本で、まあ、その中でまあ主任とか教頭とかいう感じがいるんですけどあくまで教師っていう人くくりの中にいるんですけど あちなみに校長先生教師じゃないですからね。もう授業できないですからね、校長になると。これはね、あの法律で決まってるんですよ。<laughs> 知らない人もいると思うんですけど、あのー。教頭までは授業していいんですけど。で、まあまあ、その話はまた別の話だないあ。教育の話になるとあれなんですけど。で、あのー、そう、僕は途中から校長先生のことを上司なんですけど、 まあ、おっちゃんと思ってたので <laughs> あの、やっぱ、あのー、校長と思うと、すごいなんかこう、一言言うのがあれなんですけど、あの校長だと思わずに、家に帰ったら誰かのお父さんだとか,誰か、家に帰ったらただのおっちゃんだと思うと、割と気軽に話が、気軽に話していいのかどうか置いといてですよ <laughs>。できたので。 いやまあそんな感じでいろ肩書きとかはあんまり見ないようにしてたりしますね変なフィルターがついちゃうので、まあ、失,礼にあ失礼なやつだと思われたらもうそこでいいかなと思っている部分もあるのでなのでまあ自分も肩書きってあんまり言わないんですけどこの話の流れ上だ例えば教員だったんですよとか今は主婦なんですよとかいう話はするんですけどでま,あまたちょっと話を戻すとその肩書きとか全部抜きにして 肩書きにやっぱ左右されない方が人を見るときすごく大事でで婚活って難しいのがそのやっぱ肩書きとか年収とかそういうだろうその人とは別の他の人と比べられるものっていうので推し量り気味なんですよねでもこれも婚活の一つの大事な要素ではあるんですよこの条件が選べるっていう。 自由恋愛だと条件選べないし、それこそうちの、僕今婚活したら絶対にモテないですからね。収入なしなので、こうやってラジオで喋ってます。でも収入ありませんみたいな <laughs> 話だと絶対にモテないじゃないですか。この人と結婚したいと思わないですけど、うちの妻は僕と結婚しているわけです。まあ、そういう意味では、あのー、結婚相手って結構、あのー、は 婚活って結構ハードルを上げてる部分があるんですよ。でもその分自分の納得いく結婚ができるので、それはそれで一つメリットとデメリットの部分をちゃんと理解しとけばいいのかなとは思ってます。で、僕はまあもともと結婚した時はもうちゃんと沖縄の中学校の教員だったんですけど、中学校の教員の試験を合格したのでプロポーズして結婚することにして、でまあ一時期ちょっとちゃんと働いてたんですけど、 もうやってられんわって言って <laughs> やめてですね今まあ,まあ若干無職という今アイデアっていう屋号で何でもやってるんですけど今双子の子守に追われてほぼ仕事放棄中なのであの収入なしの無職のおじさんですね <laughs> あの妻を支えて主婦をしてお家帰って家事をなくすために今ひたこらえい、ー、こらえいこら頑張ってるんですけどでまあ双子が今未満児クラスなので ままあ、まあ,あのいろんな人にですね、いい旦那さんだねって言われるけど、いや、それ、でも結婚する前にこうだと思ったら結婚しないでしょって毎回思うんですけど、あのまたね、それでもですよ、それでも人柄を見,られ見ていただければ、ですね地域学習塾の先生をやってるわけですよ。<laughs> まあ一応、肩書きもあったんですけど、あのそれでまあ一応、先生、先生と呼ばれるわけですよ。<laughs> 不思議な世の中ですよ。<laughs> なので、まあ、そういう意味で考えると、うんまあ、婚活って結構難しいなと思いながらで、まあ、明日また明日の話になるんですけど明日,になる明日はちょっと婚活のイベントのスタッフ入りしてちょっとまたね、あのー、いい縁があるといいなと思いながらお手伝いしていくことになるんですけどなんかな、うん、でもね結構ねスタッフとして入るんですけど本当に。 なん,でなんでこの人結婚できてないのかなって思う人いっぱいいますよ <laughs>、あのー。どう想像してほしいかっていうとまず自分まあ年齢にもよります、ね、ラジオ聞いてる人がどれぐらいの人か分かんないんですけど例えば35とか6の人が想像してほしいんですよ。自分の友達で多分自分の友達ってよほど変な人っていないと思うんですよ。友達になるぐらいだから。 で結婚してない人がいますよね、絶対に。これ、統計学的にあいなくて、いやけ、結婚してない人がいるのが当たり前なので、で、その結婚してない人のうち、何名か婚活してると思ってくれたらいいので、まあ、結婚してない人、パッと思いついた人が、あのー、婚活してるとイメージしてください。それぐらいの感じです。なので、あの街中歩いてても、ああ、の人、多分婚活してないはずね、とか。 あ、婚活してるはずね、みたいなの、の絶対にわからないと思います。逆に言うと、僕が、婚活してるかなと思われるかもしれないですけど、僕、普通に今、結婚してるわけですよね。で、逆に言うと、よく、あ、お父さんとか、え私あお父さん、お母さんって言われて、私、子供も結婚もしてません、子供も優先し結婚もしてません、みたいな話になるようにですね、見た目じゃわかるものじゃないので、逆に言うと、なんか、普通な、あ、モテそうな人が、 婚活してたりすするののが今の時代です、ね、なんでだろうって思うんですけどまあいろいろ要因はあるのかなと思いながらあのー、まあね結婚っていう一歩に踏み出せないっていうのもいろいろあるのかもしれないんですけどまあそれだけじゃないのかなと思いながらまあ今ね一生懸命死に物狂いで本を嫌いな本を読んでたりするんですけど まああのーまあ、嫌いな本も、ねあのー、誰かのためだと思ったら読めるかなと思って一生懸命読んでるんですけど <laughs> ドラマも、ね、今、二本やってたらしいんでもう間もなく終わりなのかなで、まあ、そういうのもちょっと勉強しながらです、ね、やっておりますよという感じで、あのー、1時間だら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 また喋ってしまいました。 もうなんかね誰かネタをくれっていう <laughs> 同情するならネタをくれじゃないんですけどなんかメール送ってくれたらそのことについてだらだらまた話したらいいなと思えているんですがこの世の中あんまね悩みのある人はラジオ聞いてないのかな <laughs> ねねもう,うちもまあいろいろありますよあのうちの息子たちが今幼稚園の集団行動ができず。 個別指導が必要じゃないかっていう話を受けてですね。さあ、どう個別指導していこうかなとか、いろいろ、あの、家族会議というか夫婦会議ですね。<laughs> 夫婦会議を持って行ったり、いや、3歳ってこんなもんじゃないのみたいな、なんかありますよ。で、まあどうしようかなっていうのも考えながら、まあ今後、こう、どう仕事をして、 行こううかななっていうのも考えながらですね、まあ、一応ですねあ、あのー、いろいろ家事と育児の合間に仕事できたらいいなと思っているんですけどさすがにね育児がフルタイムみたいな感じになっちゃうとその合間もできなくなっちゃうのでできれば幼稚園に入って通常保育今預かり保育ならし保育みたいな感じなので通常保育に最適に入ってもらってですね まあ、合間ができたら仕事しようかなと思ってたんですけど合間が作れないという <laughs> 非常事態に陥っているんで、まあ、その辺はねなんかこううまいこと乗り切れないかなというのをいろいろ考えているんですけども、うん、まあ人生ってこんなもんですよね <laughs> あの一応あんまり深く考えない適当に気楽にのんびり子育ても人生もと思ってやってますので。 まあ、あのそれが何かこのラジオを通してですねあ気楽にのんびりやってる人もいるんだなと思ってもらって今後ですね、まあ、自分も気楽にのんびりやってみようかなっていうなんかね切っぱ詰まって生きても楽しくないんですよ <laughs> なので、あのー、気楽にねのんびり生きていけるような情報提供ができたらいいなと思ってますでまあ今日はですねいろんなイベントとかの情報を お伝えしたたのでかかっっなと思ったりまあ気楽にのんびり地域学習塾の先生もやっていると子どもたちがあのですねお家でね宿題をやってくるという奇跡が生まれるんですよ <laughs>。あ,あっち行って宿題をやろうじゃなくてあっち行って遊ぼうみたいな <laughs>、うん。でまあ一応地域学習塾無料なのであの保険代だけ年間1,000円もらってるんですけど。 あのー、無料なので、まあ子供が来て、それこそ気楽にのんびりして、で勉強勉強って言わないおじさんのところで子供たち同士で仲良くなってくれたらいいなと思ってます。はい、もう20秒前ぐらいです。えー、来週も来週は生でやりますのでよろしくお願いします。良い1週間をアイデアの I.O.K.、OK、でした。